上のニュースをお伝えします。ドッグフード強奪事件が発生か。今日も楽しいご飯タイムがやってきました。早速フライングしようとするやつがいましたが、しっかりと待てをさせて我慢をさせてやりました。しかしご飯を目の前にすると興奮が抑えられないのか、怪しい動きを見せるやつがいました。この後悲劇が起きるとは思いもしない飼い主。案の定こうなってしまいました。得意技の回転壁を披露するやつ。ものすごい顔でお代わりを要求してくるやつがいたので、仕方なくご飯のお代わりをあげることにした飼い主だったが、またしても同じ結果になってしまいました。一粒残さず食べるやつ、お皿もきれいに舐めるやつ、さらなるお代わり要求でお座りして待つやつ、終わり。最終的に運んだあざとい顔をしてくるやつ、おしまい。